っていただくのは2019年の高知よさこい以来のチームとなります、天空シナトヤレッドエイジアの皆さんです。はじめにチームの代表の方にインタビューを行います。皆さん拍手でお迎えください。よろしくお願いします。ではまずこの天空シナトヤレッドエイジアというチームはどのようなチームなのでしょうか。はい、この合言葉ですね、札幌集合と、まあ、4文字の合言葉を作りまして、今おっしゃっていただいたように2019年の高知で初めて作ったチームなんですけど、まあ、誰が来ても構わないと、あの日本中からこの札幌にみんなで集合しようやないかと、まあ、そんなコンセプトで作ったチームで、まあ、実際あの23都道府県から150名が集まっております。23都道府県と規模が大きいですが、150人もどうやって集めたんでしょうか。もともとよさこいの人たち横のつながりも大きいですし、まあ、SNS とかでもあとリアルにもつながっている人いっぱいいるんですけども、まあ、あのそういったお声掛け、そして SNS 等で発信したらですね、3日で150名が集まってくれました。3日って早いですね。早いです。それだけなんて言うでしょうね、あの札幌集合って言ったらみんなこのよさこいソーランが3年ぶりに今度大々的に開催されると、でそこに対する期待と喜びと、もうその気持ちだけで3日で集まったような、そんな感じがします。じゃあ気合は十分ですね。十分です。ありがとうございます、はい、それでは演舞の意気込みを最後にお願いいたします。はい、お客様たくさんご覧いただいてありがとうございます。おそらく札幌市民の方がいっぱいいらっしゃるかと思うんですけど、これだけ言わせてください。よさこいソーラン祭りめちゃくちゃ愛されてます。でここに来たメンバー150人のうち7割がこの札幌のよさこいソーラン祭りが初めてです。でみんなここに来たくて憧れてここにやってまいりました。よさこいソーラン祭りを地元で伝えてくださっている皆さんがあってこその祭りだと思ってます。そのお気持ちに私たちも精一杯踊りでお答えして届けたいと思います。ご声援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは演舞の準備をお願いいたします。改めまして、続いて踊っていただくのは天空シナトヤレッドエイジアの皆さんです。札幌集合を合言葉に、全国23都道府県のチームや祭りから150名がそれぞれの衣装で集いました。みんなに会えて嬉しくて一緒に踊れる、そんなよさこいの原点を札幌で皆さんと分かち合い届けたいです。それでは踊っていただきましょう。天空シナトヤレッドエイジアの皆さんです。どうぞ。ありがとうございます。ここに来れた喜びを日本中から集まったこの全国の踊り子が各地へ持ち帰って、札幌の楽しさ、よさこいの嬉しさ、つながりの心強さを日本中に伝えていきたいと思います。踊ります。よろしくお願いいたします。
よかったよ。